さーてね、すごい道でしょ。だから力ずくで行くしかないっていう選択肢ですよ、今のところ。はい、何か感じますか？でもさっきから線香の匂いがすごいんだ。あれ？いや、何かはあるんだな。線香の匂いしないな。これはやばいわ。どっちの意味で？いや、崩れる方が。無理やわ。あ、いけない？ああ、そうか、もうちょっとこっち直進進めて上がっていく感じにならないとダメなのか、これ。いかがです？何か向こうからリアクションはなし。この葉っぱ揺れとる。うん。どのぐらい？ほんの少し風でそよぐぐらい。こっち来て。はい。今パワー食ってるけど、葉っぱ動いてる。ちょこっとだけだけど。周り見て。ああ、動いてるな、うん、ここへ来ると分かるわ。ここへ来てみる。こんなひどい足まで無理をおっしゃる。全然。うん、ここ来て、うん、上の方から感じてみ、感じるかな。女の人の声が聞こえるね。叫んでるとか喋ってるとか何かあります、うん、あの声の種類だけでも教えてくれるとだいぶ変わるんだが。来ない方がいいわよ。ほら、風が止まったでしょ。たって本当だでしょ。で、風邪するさ。はい、アップ見て。下の葉っぱ動き始めたでしょ。おお、確かに。周りの葉っぱ見えとるよ。分かる。動いてないね。そうですな、他の葉っぱ動いてないやろ。うん、あれ、これができるってことは相当やばいっていうか、なんかそこそこのやつがおるっていうのは証明では。そうだね。あ、今動いた。あの、あそこ、あの、あそこの黒い大きな入り口。はい。で、黒い影が動いた。いらっしゃるな、何かいらっしゃるな、ここ、うん、登れない。登れない。
体か。確かに普通にしてる分に葉っぱ揺れてないんだよな。でしょう。で、たっちゃんが手を離すと、なんで揺れ始めてんですか、あた。でしょう。揺れてくるでしょう、これ。やるとほらほらだろう。かっちゃんが手をかざすと葉っぱが揺れるんだが、これは今かっちゃんは向こうに何を送ってるの。僕のパワー。それは挨拶なのか威嚇なのか。威嚇、向こうも威嚇してくる。だから葉っぱが動く。ドラゴンボールのオーラそれぞれがなんか周りの木々吹っ飛ばすような、そんな感じだ。ほら、もう完全に向こうは怒っとる。よし、怒らせる前に何ていうの。ほらほら、全部動き始めてきた。ここだけが動き始めてるやろ。あの葉っぱを見てるか、他動いてねえんて。うん。ここだけが動き始めてる。もう全集中、あそこに2体もういるんだ。まだあそこは2つあるんですけど、はい、あそこに2体、こっちをもう威嚇してる。女の人、女の人2人だね。おお、来ないでって言ってる、あなた。うん、あ、すごい耳鳴りがしてきただろう。もう俺の脳みそが飛び出そうやもん。あの、あなたの脳みそがリアルパンしたらあれだ、帰るのがだるいのでやめてください。さっき言った、ここから歩いて帰るになる。耳鳴りするやろう。バチバチにね。だろう。ほら、また葉っぱがまだ威嚇する。あ、匂いしてきた。はい、よくない、帰りましょう。匂い、マスク、鼻で息してみ、匂いするに。さっきの匂いしない匂いが、なんか葉っぱの匂いが強くなったなんか感じてるんだけど、気のせいかこれ。うん、気のせいじゃない、さっきまで進化ったやろう。うん、そんなにあれなんだけど、うん、なんかこの葉っぱ独特の青臭さっていうのの匂いが増した感があるよ、俺の中で。こっちで来たような感じやろう。来れないんて。さっきまで全く無臭やったやん。うん、線香の匂いから、こっちだから葉っぱの風がこっち、線香の香りがここまで届かんねん、また、うん、気になるな。気になるけど、これ物理的にいけないよ、空飛べないと。よいしょ。でもこれ、今俺、下の影が、これ人が登ってっとる影が見えてるのに、こっから登ってっとるね。ガッツあんねえ、その人。ちょっと待ってね。あ、確かになんかいけるような段差チックなものがあるな。あるだろう。これ誰か登ってっとるね、こっから。あの、こないだ階段のえぐい、お寺いたじゃないですか、うん、あれよりも逃げるときに不便しそうだけど、つっつきに行くかい、うん、いや、つっつかないな。あれはまだ階段っていうさ、ちゃんとその人が歩けるだけの最低限もあったからあれなんだけどさ、ここガチ山道ぞ。これ今見てみ、これもう一回揺れて照らしてみ、機器とかカメラで動いとる。そっちの方、葉っぱ動いてないね。こっち見てみ、これほら、今すごい冷気が、マイナスのエネルギーがこっちにすごい流れてきとる。ほらほら、すごいやろ。これ他の葉っぱがな、全然動いてない。動いてないやろ、上の方も。ここ一直線ね、今俺の。こんな派手に揺れてるのここだけなんだよな。うん、だってすごいもん今。もう本当に来させんようにしてる。俺が行こうっていう気持ちになってるから。申し訳ないけど、幽霊と同じ気分だな。つついていいこと起こる気配がしねえ。
止まったでしょ。ほんまや、知らない間に止まっとる。今すげえ俺冷気上げたもん向こうのを打ち消しましたか。うん、ほら動き出したでしょ。ほら、これ何にも動いてないんだよこれ。そうね、うん、こいつだけが反応してくれる。ちゃんとここと、このまっすぐにちょうど今みんな集中してるの、ここに。 俺とあいつらが、よいしょ、このかっちゃんとこの建物の間に、あ、建物がもうより暗くて見えなくなってきた、うん、こっちか。あれ、現場は向こうはもう分かっとるな。ああ、来れないって、安全は確保したみたいな、うん、メンタル面で。まあ、こんだけ思いっきり冷気飛ばしたでな。実際問題、これが平地でなんか普通に行ける場所だったら突っ込んでってる。笑ってやがるな。よし、突貫して除霊したれって。違う違う違う、あれだな、わざわざかっちゃんが言える前で嘲笑うあたり性格が悪いな、うん、うん、ハハ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 もうちょっとなんかスパイクっていうか、なんか登山向けの靴がいるな、これ。いや、道筋は分かった。なるほど。本当に心臓が弱ってる人の動きかっていう驚きもあるんだけどさ、無意がこれついていかなきゃいけないのっていうね、恐怖が一番すごい今。どうする、本当に突貫するんだったらついていきますけど。来るか、それかカメラ持ってくれるかどうかよ。それが一個になっとれば俺が行くんやけど。帰れさあ、帰るよ帰るよ、行くよ、これだな、ムカつくたまみだなんか言い返しときな、とりあえずくたばれ、もうくたばっとるかさあ、かっちゃん、いかがでございますか。はい、結構車来た、結構車来た、もうね、見つけたのは2体。2体、女の人。2体以外はいないね、多分。おお。うん。自爆霊って言った方がいいのかな。へえ。うん。なあ、これが廃墟になってから亡くなった方じゃないかな。なってから。うん、多分な。なってからここでなんか例えば自殺したとかそんな。自殺、そうだね。おお。
そういう記事ない。わからない。とりあえず名前しか調べてない。何荘とかあるの？そうそうそう、そんな感じ の、 あの日本名のホテルの名前があったから。記事探してみ、多分何かの記事で出るぞ。旅館の寮に荘、あの荘で旅荘。旅荘。霧山城。霧の山のお城と書いて霧山城。すごい名前ですね。確かにな、和風的なレンガがいっぱい、あ、瓦が落ちとったでな、形も瓦になっとるってな、きちんとした。男性の幽霊、女性の幽霊、正体不明の幽霊が目撃されているため心霊スポットと呼ばれています。うん、また見てやがる。正確な開業時期は不明だが、1970年代前半に開業し、2000年前後には閉業していたと言われる。その後に亡くなった人いない？自殺とかね。ないな。どちらかというと廃墟物件として知られるが、建物に入ったところ急に気分が悪くなったという体験談もあり、心霊スポットと言われることもある。なるだろうな。あのこの目の前のダムあるじゃないですか、うん、そこでは過去に自殺が数件あったという噂があり、霊感のある人の話によると、その廃墟がダム湖で自殺者を含む幽霊のたまり場になっているんだという。その地獄霊なのかな。最近だぞ。でもこれ最近って言ってもな、まあまあ2000年代なんとか前半とかそんなあれって言ってるからなんでしょうな。うわ、冷たい風が流れてきたね。お、ここまで来たか。よくないな。ねえ、カメラがあればよかった。まだまだ明るいけど映りそうですか。なんかいや映るだろう、こんな件だったら。こんな件すごかったら、うん、これはまた永久スポット見つけたな。また通りにくいところでなあ。きついな。